ボンシュールの顔がもう少しほっそりしたら佐藤健みたいになるんかな。はい、ということでアンパンマンのようにまん丸なお顔のボンシュールがお届けしておりますが、ボンシュール本ですね、こちらを手に入れてきました。はい、こちらですね、フェイスメーカーと言いまして、これファイブになるんですかね。こちらね、ドンキホーテでむちゃくちゃ安くで売ってたんですよ。なんと500円。まあ売れないからこんだけ安くしていたんでしょうけども、こちらの機械なんですけども、どういうものかというと、ここにね顔を挟むんですよね。まあこのような感じで、このような感じで挟むことによって顔が細くなるということで、まあね15分ぐらいこちら使って慣らしていくということなんですが、これをね使うことによって本当にねほっそりとするのかどうか、本日は検証してみたいと思います。まずはちょっと中身を見ていきましょう。なんかいっぱいいろんなものがついてんな、すげえな。まあ、こちらが基本のセットですね。まあ、ここの段差によって圧を変えていくんでしょう。はい、こう挟みました。でこっちが L で、これをこうするってことですか。これこうこうこんな感じになるのかな。これ緩いからもうちょっときつくしてもいいかもしれないな。引き締めたいところに、まあ、やっぱここら辺がほっそりしたいんでね、ちょっとこんな感じですか。いや別に何も面白い映像ではないですよ。こちら至って真面目ですのでね。これなんかいっぱいあるぞ。何これ何やろこれ。あ、こうやってこの間にこうやって鍛えとくんかな。こういう商品か。そしてこれがついてる。なるほど、これをここにね装着するんやって。こうすると、こう、締め付け具合が調整できると。で、これ、締め付けるのを調整するためにこれがあるみたいです。なんで、これでこれをこうすると、まあ、さらにちょっときつくなりますよってことで。いった。まあ、この状態で押さえつけることによって、まあ、細くなると。まあ、ちょっとあと10分ほどこの状態にしておきましょうか。それではですね、15分が経ったんで外してみたいと思います。細くなってんかな?げっそりしてる。まあ冗談はさておきですね、こちらどれぐらい細くなってるかわかりませんので、この道具を使う前の顔と今の顔をちょっと見てもらいましょう。はい、こちらの映像ですが、左が使用前になりまして右が使用後になりますが、まあ、若干ですけども使用後の方が顔が引き締まってるように見えますね。まあ、ということでね、まあ、大きな変化は見られないかもしれませんが、続けていくことで、やっぱりこれちょっと変わってくるのかもしれません。ただですよ、こちら。続けていくことで、ここね、今赤くなってんだけど、紫色にあざになったら、どうしよう!ということでね、皆様、気になった方は、こちら、フェイスメーカーですね。こちらの方を手に入れて、試してみて、ください!ですね、15分が経ったんで外してみたいと思います。細くなってんかな。